霊校ねじめ校は、中国語漢末期の人、字は昌平、青州平原軍発圏の出身、公平年間、慶州に避難した。建安年間の初め、戦とされたばかりの下に上京した。しかし、才能を鼻にかけて傲慢な態度を取った上、他人の評価に対しては、国評を行ったため、人々から憎まれた。 ただ、こういうだけは霊光を高く評価し、早々にも推薦していた。三国史の中、平原霊光殿、また、五感所霊光殿によると、若い頃から波外れて恵まれた才能を持っていたが、それを鼻にかけて、傲慢不尊な態度をとり、かつ卑怯な言動が多い上に、しかも桁外れで徹底していた。五感所には、昇句して裁弁あり、採用じみて合一す。しかも指摘。 小強し号にして勇むを公務とある。196年24歳の時に霊校は元に来てから名刺を持ったまま誰とも面会しようとしなかった。ある人がなぜ陳長文や芝博たちのところへ挨拶に行かないのかと尋ねると今日は豚殺しや酒売りのところに私を行かせるつもりかと断った。また今のもとで 一番マシなのは誰かと聞かれると、年長者では、公文居、年少者では、陽徳祖がいると答えた。さらに、総公、淳礼君、長藤和田は皆、世に抜きんでた人物ではないかと畳みかけられると、礼公は、曹操はそんなに、大した人物ではないと答えた。さらに、文和家は、長門に行くのが、父長は、厨房で客を接待するのが、お似合いだと言った。つまり、 純育は見てくれだけだし、長優は食いしんぼのデブだという意味である。人々はこれを聞いて接し役案した。つまり人々の憎しみを買ったという。しかし、その言動のおかげか、栄光は元で一役名詞となった。光友の推薦を受けても栄光は自分は発狂したとしかを断ってしまった。しかし曹操は彼の才能を重んじていた上、 こういうのベタ褒めを聞かされていたので、殺そうとはしなかった。曹操はデイコーコが太鼓を叩くのがうまいと聞き、演奏するように命じると、デイコーコは応じた。デイコーコウは、両美さんという打法を披露し、見事な腕前で人々を感動させた。太鼓地には間違えると服を着替えるという規定があり、担当の役人が早速間違いを指摘すると、デイコーコはその場で悠々すっぱだかになって着替えてみせ。 顔色一つ変えなかった。そのため曹操が、こうに恥をかかせようとしたのに、わしが帰ってこうに恥をかかされたと笑ったという逸話も、ある。霊光は、その後、こういうの強い勧めで仕方なくもう一度曹操に、面会したが、この時に、曹操を怒らせてしまった。以下、五感所の話。霊光が来ると知った曹操は、門番に対し上機嫌で、客が来たらすぐ通せと伝え、 帝ーの来訪を心待ちに待った。ところが帝ーは、粗末な服装に杖を持って、曹操宅の門前まで来ると、どかりと腰を下ろし杖を叩きながら、曹操に対する悪口を並べ立てた。このため、門番が曹操のところにやってきて、吉街が数と門前で不届きな発言をしておりますと中心した。曹操は、それが、帝ーだとわかるや、いなや、本気で腹を立て、 抵抗派樹脂なり、子、これを、殺す派、スズメネズミの除去なるのみ、子見るに、この人元より、虚名あり、落ちこじ、子、これを、姿るるのわずといいワントス。今、総理りて流氷に、よ、栄華にすべきかをしんと言った。つまり曹操は、抵抗には、虚名があるから、殺せば、土量のない人間と思われるだろうと考え、京州の流氷のもとへ体よく、 追い出したのである。後に、こういう、幼衆を殺した、曹操も、この時ばかりは、自らの手で殺すのをためらったのである。送別の縁では、栄光は散々無礼な真似をしたから、やってきても起きずに寝たふりをしてやろうと、皆で示し合わせた。栄光はやってくるといきなり泣き出した。他の者から、なぜ泣くのかと聞かれると、座しているのは漢をけ、伏しているのはネだ。 カンオッケとカバネの間を通るのだから、どうして悲しまずにいられようかと、たぬきネイリをひねくってみせた。流兵のもとでは文才を発揮し、また流兵に対しては下手に出た。しかし、その配下に対しては、傲慢な態度を取った上、国評を行ったため、流兵配下の面々からは恨まれた。このため、残言により流兵の不況を買って遠ざけられた。 また、魚野県が劉兵からかつて聞いた話として、劉兵が孫作への手紙を書いて、礼公に見せたところ、これを孫作の部下たちに読ませるつもりですか、上司府にでも見せるのですかと言い、一生に伏したという。後に、劉兵敗下の高祖の古記者と友人になり、高者の仲介で、高祖と出会った。高祖は礼公をはじめ高く評価したが、次第に、 デイコーコが傲慢な態度を取るようになったため、ついに勘忍袋の糸口が切れた。そのため部下にデイコーコの処刑を命じ、その部下もデイコーコを恨んでいたので、早速殺してしまった。デイコーコは死の直前まで酵素を罵り続けた。酵素はデイコーコを殺したことを後に悔いたという。彼の死後、後者は彼の遺体をオウムスという地に埋葬した。小説 三国支援では、平原礼光伝の記述を膨らませ、曹操廃下のものを軒並み絶蜂でなで切りにしている。また、第三者へのセリフではなく、曹操に呼ばれた場で、廃下に対して、直接批判する内容になっている。そこでは淳育に加え、淳友は墓、墓守、定育は、門番、各家は、文章の読み上げ、長領は太鼓叩き、巨著は、牛馬の番人、学神は、 御事のりの読み上げ、利点は書類の伝令、旅券は刀鍛冶、満長は酒かすくらいが適任だ。武勤は酒屋、助行は屠殺業、加工厚氏は五体満足将軍、増志校は戦取り大し、後の者はただ服を着て、飯を食っているだけの連中だとののしり、曹操はもちろん、配家たちの怒りを買うことになる。そして、地位のある者には、癒しいとされた。 太鼓叩きを命じられ、見事な腕前で人々を感動させる。そして、着替えを命じられると、私の体は潔白だ。あなたのように汚れてはいないとその場ですっぱだかになり、悠々と着替えをしてみせている。その後、早々に厄介払いとして、流氷のところに追い出され、さらに、高祖のもとへ左遷されるのは、基本的に、史実通り。高祖は霊公に、あなたは社の神だ。 備え物や再選ばかりとって他人には何の利益も与えていないと言われ、激光し切り殺している。また、曹操は霊校の死を知り、変人らしい最後だと笑ったことになっている。しかし、曹操を正面から罵倒した男として、中国では民衆の人気が高く、強劇では脱積馬葬の演目で曹操に呼ばれた場面が上演されている。民のジョイの儀曲。 京津住氏には、死後展開へ上がって、修文院とねりになったとある。修文院とねりとは、展開の図書館長のようなもので、小説、平イラーやではこの話を種に、においたから札を盗んだ罪で捕らえられた、円鉱が色々と弁解するのを聞いて同情する役で、登場するのだが、心の内でこう呟くシーンがある。私が流氷から罪を得たのも、 孫作への一通の手紙のためだこの記述は、もちろん三国史にはないし、孫作も無関係で登場する理由も不明である。あるいは、劉兵が孫作への手紙を抵抗に見せた逸話から派生したのかもしれない。御所長将伝中、天略。諸馬書房版日本語訳では、劉備と訳しているが、原文は、劉慶州とあり、慶州巻であった劉兵を指すと思われる。 ありがとうございます。